ギターも歌も下手くそだけど、それでも届けたい、届けるよ。私の名前は私一人なんだなんて絶対ないから、周りをよく見てごらん、ほらたくさんの仲間、未来の形が見えなくてもそこに君がいれば、怖いものなんて何もないから、みんなと助け合い、ですね。北九州市からやってきました、セレナと言います、本名ですね。はい、北九州市からやってきました。もう本当に緊張する、みんな初めてだから、名前と顔
覚えていただければ嬉しいなと思います。今日はみんなとね楽しんで帰りたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうやばいすごいみんな暖かくて安心した。なんか手拍子とかして、ない、してもらえなかったらどうしようってちょっと思ってたよかった。あー、なんか今大丈夫って、ありがとういや暖かい、よかったはい、みんな仕事終わりですか。ですよね、なんかスーツ姿の、ね、人が多いなと思って、お疲れ様です、ね、ありがとう、仕事終わりね疲れてるのにありがとうございます。よし、じゃあ早速ね次の曲に行こうかなと思います。はい、じゃあ次の曲はちょっとバラードですね。しっとりと聴いてもらえたらいいなと思います。こんな夜はという曲を聴いてください。そばにいた
ありがとうございます。こんな 夜はという曲でした。じゃあそのままですね、ちょっと続いて、ねえという曲を聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください。
ねという曲でした。よいしょ。私はね普段北九州市の黒崎セックさんとか分かりますかね。分かる方います？あ、うんうんって言ってくれてる、ありがとう。そうなんですよ、セックさんっていうところでですね、ちょっとライブをね毎月1回ぐらいですね出演させていただいてて、あと最近ですねちょっと大きなオーディションを受けまして、そこで無事合格することができまして、ありがとうございます。そうなんですよ、ありがとうございます。そう、まだまだねこれから頑張っていかなきゃいけないなと思ってて、これからも、はい、頑張りますので応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よし。すごいね、 MC がすごい苦手なんです。わかりますよね、もうねこの感じで、すごいめっちゃ苦手なんですよ。そう、普段喋るんですけどね、めっちゃ人前がねすごい苦手で、なんで音楽してんだろうって自分でもわからないくらい大好きなんですけど、歌うのはなんかね人前に出るのが苦手なのに、そう高校生の時とか中学生の時とかもう本当に人前が本当に嫌いなのに、あの委員長とかしてました。なんかね、しかもじゃんけん弱いんですよ私で、じゃんけん弱くて負けて無理やり委員長っていう、なんかもういやいや、しかもあの体育委員長わかりますか、あのね人前で体操して運動会の時にみんなの前で体操してこうやるやつね、あれはねすごいねじゃんけんで負けちゃって体育委員長で、そう人前でねあのみんなの前でラジオ体操して、私運動音痴なんですよ、しかもめっちゃ運動音痴なのにこう体育委員長して挙句人前でこうやらされるっていうね、すごい災難でしたねあれは。そう、そんくらい本当に苦手なんです。そう、でもね歌うことは大好きなので。よし、じゃあ次の曲を歌おうかな。次の曲もちょっとバラードでちょっと申し訳ないんですけど、次の曲はちょっとカバー曲で、みんな知ってるかな、福岡出身の桃地ひろ子さん知ってる方わかんないかな、桃地ひろ子さんわかんない、あのね結婚式の CM 歌ってた方知らないですか、君を幸せにするからねとか知らないかな、君を幸せにするからねって知らないですか、わかんない、わかんない、コマーシャルです、コマーシャルです、わかります、メロンの CM かな、わかります、おーって。そう、その方のねアンドアイという曲なんですけど、わからないかな。すごくねいい曲ばかり歌ってる、私が大好きな桃地ひろ子さんっていう方の曲をねちょっと久しぶりにカバーするんで、ちょっとめっちゃ緊張する、やばい。そうなんですよ、ひろ子さん、ね YouTube とか検索したら出てくると思いますよ、ひろ子さんぜひ聴いてください。もうねめっちゃいい曲ですよ、全部いい曲、こんなハードル上げていいのか分かんないけど全部いい曲だから聴いてください。でその中の一曲 And I という曲ですね、今すごい高校生とかに大人気のね And I という曲を歌おうかなと思います。はい、それでは聴いてください、 And I。
素直になれなかった、わざと傷つけるような言葉選んで困らせたね。君のこと大切にしたいのにダメだよね、上手にできなくて泣かせてばっかりでごめん、悲しい顔させてごめん、甘いすぎてるよねごめん、すごく大事なのにごめん、ただ伝えたい言葉は星の数のごめんと心からのありがとう、そして愛してる。君がそばにいること当たり前になってたんだ、でもそうじゃなくてうまく言えないなごめん、でもやっとわかったから、本当に大切な君は不器用なりにその手でちゃんと守るから。わがままばっかりでごめん、優しくできなくてごめん、我慢させてるよねごめん、うまく言えないなごめん、ただ伝えたい言葉は星の数のごめんと、そして愛してる。ごめんね本当ありがとう、ねえ君を愛してる。ありがとうありがとうございます。野持ひろ子さんの&愛という曲でした、はい、本物の方がねめっちゃいい曲なんで、あもういいね、いい感じに聞こえると思うんで、よかったらね YouTube とかで検索されてください。はい、じゃあもうあと1曲で、はい、最後になります。はい、ということでね、最後の曲は、それぞれの道という私のオリジナル曲で終わろうかなと思うんですけど、その前にちょっとライブの告知をさせてください。今ここにいる皆さんは福岡市内の方ですか？北九州の方とかいないですよね。いないか。そっかそっか。ですね、3月の、27日かな、日曜日、多分27と思います。ビブレホール、わかります？天神コアのビブレかな、うん、のビブレホールの中でちょっと大きなイベントがありまして、そこで、あるアーティストさんとコラボで1曲出演させていただくことが決まってますので、よかったらですねぜひ見に来ていただければ嬉しいです。それからあと、そうだな、なんかあるかな、私 CD とか全然まだ出してないんですけど、今年中